今回はラディオンを初期化する方法について解説を行いたいと思いますラディオンを初期化する方法は、えー、複数用意されていますので状況に応じて えー、可能な方法で初期化を行ってくださいまず現在のように、えー、エコスマートライブ内で正常にラディオンが認識されている場合の方法ですこの場合は目的のラディオンのアイコンの下に表示されているこのスパナマークをクリックすると、えー、表示される、えー、ファクトリーリセット という項目をクリックすると行うことができます本当に初期化を行いますかという警告が出ますので行う場合はイエスを選択してくださいまたこのようにエコスマートドライブ内でラリオンが正常に認識されていない場合認識できない場合などは エコスマートコネクションマネージャーを使用しますコネクションマネージャーのアイコンを右クリックするとこのようなメニューが表示されますが USB ラディオンというところにファクトリーリセットという項目がありますここでも先ほどと同じように項目をクリックすると 初期化を本当に行えますかという確認が出ますので行う場合ははいいを押してくださいまたこの操作は、えー、接続されているまた認識されているラディオン全てを対象とする「オールラディオンズ」という項目では、えー、選択できないようになっていますのでご注意ください。 今実際に1台をファクトリーリセットを行いました、はい、このようにエコスマートライブ上からは表示されていない状態になっていますので改めて登録設定などを行う場合はセッティングアクアリウムセットアップと続いてまた設定をやり直してください